はい、今回はですね、まあ、便利なものを購入しましたっていつもの流れなんですけど、そちらの紹介をしたいんですね。皆さん例えばなんですけど、アクションカムでもコンパクトデジタルカメラでも、スマートフォンでも、どこかでこう撮影したい時に、暗くてですね、うまく撮影できないなってことがあると思うんですよ。で、暗くて撮影できないなって時にやっぱりライトだと思うんですけど、そのライトがですね、コンパクトなものからいろんな大きなもので、バッテリー内蔵からですね、バッテリー外部からこう 100V で撮らなきゃいけなかったりとか、いろんなものあると思うんですけど、それぞれのライトに何を求めるかというところで、なかなかこう万能なライトって私ですね、見つかっていないんですね。コンパクトでですね、使いやすい、またはですね、その色を演出したりとか、そのシチュエーションによって使い分けるってことは多いと思うんですが、というところでですね、本日ご紹介したい製品につながっていくという感じになります。はい、というところでですね、本日ご紹介させていただきたい製品の話に入っていきたいんですけど、もうですね、早速ですね、物の方はですね、お見せさせていただきたいと思います。はい、こちらになりますね。じゃーんと光の加減で見えないかな。はい、こちらになります。こちらはですね、ファルコンアイズさんの製品となっておりまして、チューブタイプのですね、撮影ライトになるんですね。なぜですね、こちらを購入したかっていうお話をまず最初にさせていただいて、その後に簡単に開封からですね、どういった機能があるのかっていうのと、どういったシチュエーションで使っていけばいいのかっていうのをですね、簡単にご説明させていただきたいんですね。で、まずなんですけど、私ですね、この以前ご紹介させていただいたと思うんですが、こちらの製品持ってるんですね。ウランジーさんのですね、VL110 というですね、このチューブライトなんですけど、こちらもですね、こういう風にとても便利に使うことはできるんですよ。こう明かりをこう調整して自分のこう照らしたりとかですね、それこそこの目視でですね、モードをいろいろとですね、調整したりとかっていうのもできるわけです。こんな感じですね、このシーンのモードとかでですね、何のシーンを選びますかとかって選んでいくとですね、こういろんな光の演出っていうのができるわけなんですが、ただですね、あんまり明るくはないんですよね。あんまりですね、その明るさというところで物足りないなって感じがありまして、こちらがですね、今 50% の明るさなんですね。からもうこう下げていきますと、こう当然ですね、こういうふうに暗くなっていきまして、で、明るくしていって、100% にしてみましょうとします。となるとなんですけど、この今ですね、明るいお部屋で、明るいですね、このライトを焚きながら、私のこう顔にライトをですね、当てて使っているので、ものすごくこう明るく見えるかもしれないんですが、これがですね、とても暗いところで、とても暗いというか、その撮影補助に持っていったとして、この明るさでどうなるかってなると、やはりですね、すごく近くに寄らなきゃいけないよとか、2本3本欲しいかなっていうことが多いと思うんですね。このようにとってもコンパクトで、これもすごくいい製品だと思うんですけど、という時になんですけど、本日ですね、ご紹介させていただきたい製品につながってくるんですけど、こちらのライトはですね、もう 10W とですね、十分な明るさがあるわけなんですね。はい、もうちょっとですね、製品の方先に出しているんですけど、こちらになります。大きさを比べるとですね、結構このように違うんですね。もうこれだけでもですね、その力の違いっていうのがなんとなくお分かりいただけるかと思うんですが、もうこのサイズと明るさだけではなく、本当いろんなですね、付加価値がありますので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。で、その前にですね、パッケージに何が入っているかっていうのをですね、ご紹介させていただきたいと思います。本体はですね、ちょっと後に置いておきまして、ここら辺ドンとちょっと置いておきますね。はい、製品としましてはですね、先ほどの箱を開けますとですね、まずこのようにですね、説明書ペラが入っております。ただですね、こちらの説明書の方はですね、日本語には対応しておらずに、このようにですね、どういう風に使いますっていうのは分かりやすいんですけど、ちょっとですね、この日本語で読めないっていうところが、ちょっとですね、こう我々日本人にはとっつきにくいかなと思うんですが、これですね、後で紹介するも、とあるものがですね、解決できるので、あんまり関係ないかなと思いました。で、他ですね、入っておりますものが、こちらがですね、物理的にですね、固定をしてくれるクリップ。本体の方にですね、パチンとはめ込むことによって、ここにですね、こうネジを止めて、例えばこの木のようなところにこうネジ止めをしたとします。そしたらそこにパコッとはめておくことによって、しっかりと固定することもできるんですね。そしてですね、このようにクリップで物理的にしっかり固定するという以外にも、このように鉄の板がですね、入ってるんですね。で、こちらですね、このようにマグネットが結構至るところについておりまして、こうパチッとこういうふうにつけることができるわけです。なので、これを両面テープなりで固定をすることによってですね、しっかりとどこにでも固定をするという工夫が可能でございます。もちろんなんですけど、この本体の方にですね、このように4分の1サイズのですね、三脚のネジ穴がついておりますので、こちらでしっかりと固定をすることもできますが、マグネットで固定をすることもできます。他ですね、同梱されておりますものが、
USB Type A と Type C のですね、この USB のケーブル、このようになってますね。そしてあともう一つがこの持ち運び用のポーチになっております。ということでですね、こちらにこうスポット入れて、はい、こうスポット入れて持ち運びをすることができるというものになっておりますね。これもですね、結構ですね、持ち運びをする前提で考えるとポーチがついているっていうのは結構ありがたい配慮だと思います。ではですね、早速なんですけど、まあ、基本的なこちらのライトの機能、まあ、この外観っていうのもまず説明させていただきたいんですけど、先ほどちらっとお話しさせていただきましたが、ここにですね、この三脚のネジがついているというところと、この上にですね、USB Type-C の充電ポートがついてますね。ということで、USB Type-C で充電できるタイプのビデオライトとなっております。そしてその反対側にですね、このように物理ボタンでですね、オンとオフができるようになってるんですね。で、これもですね、ちょっと後で紹介させていただく、まあ、とあるものがですね、とても便利に使えるので、この物理スイッチっていうのが、まあ、使いにくいかなって思われる方もいらっしゃると思います。使いやすいなって思われる方もいらっしゃると思うんですが、それですね、あんまり関係なくなるぐらい便利なので、そこをですね、ご紹介させていただきたいんですね。で、もうですね、機能の方お話しさせていただきます。こう、オンにしますと、はい、このですね、後ろの部分に、こういう風にですね、メニューが出てきまして、今ちょっと明かりついちゃってるんで、一回消しますが、はい、ここでですね、この、メニューというボタンと OK というボタンとそれをこう操作するボタンがいろいろありまして、それとともにですね、このモードがですね、いろいろ切り替わるわけですね。で、機能をちょっとですね、読まないと申し上げられないので、ちょっと読んでいこうと思うんですが、はい、まずですね、この CCT モードですね、こちらソリッドホワイトと書いておりまして、その下ですね、色温度をですね、名前でこう分けることができるんですね。リスプロジウムっていうのが 5600K で、クラウディ、これ曇りですね、 6000K で、シェード 7000K、スノー 8000K、スカイ 10000K、15000K、20000K までいきますね。で、そこからぐるっとですね、一番下ですね、ダスクっていうのかな、2000K ですね。で、チューンスティンっていうのかな、ちょっとごめんなさい、読み方がわからないですけど、3000K。で、クォーツ 3200K、サンライズ 3500K、ムーンライト 4100K のようにですね、このようにモードでですね、簡単にまず、この光の種類を選ぶことができます。そして一つですね、そのメニューを移りますと、ブライトネス、これはですね、明かりの強さですね。このアップという方法をしていきますと、このように徐々にライトがこういう風についていきます。で、これを一番見ていただきたいんですけど、まあ、先ほどのですね、ライトの 100% ってなんとなく覚えていただいていると思うんですが、まあ、こちらですね、まずちょっとこう、ぐーっと上げていって、はい、これが 50% なんですよ。でですね、もうさっきのライトより明るいぐらいなんですね。で、10W の LED ってなんか 10W かって思うかもしれないんですけど、10W の LED ってめちゃくちゃ明るいんですよ。なので、こう 100% にしますと、はい、このように、もうめちゃくちゃ明るくなります。全然さっきとこう明るさが違うのお分かりいただけると思うんですね。なので、これはなんですけど、この明るさを稼げるというところで、この1本持っておきますと、ちょっとですね、距離が空いたところであっても、このライトを焚いておくことによってですね、明るさを十分に確保できるわけなんですね。こんな感じで。で、今ですね、私こう、撮影するときにライト焚いていて、消すとこんな感じなんですけど、じゃあこれを同じ位置で焚くとどうかってなると、これだけ明るくなるわけなんですよ。これが 50% です、今。なので、さらにこう調整できる。で、色とかっていうのもですね、細かく調整ができるっていう形がですね、とても便利だと思います。で、それぞれの機能をですね、ちょっと見ていただくときに、ちょっと明かりがついてないとわかりにくいので、10% ですね。で、明かりをつけておきまして、ブライトネスが終わりまして、次はテンプラーチューンっていうのかな。こちらはですね、色温度ですね。はい、このように、色温度を変えていくことができる。5700K、7000、9000、10000、12000、3000、4000、5000、6000、7000と2万といきます。で、2万からまたこう下げていって、これ先ほどですね、そのモードの名前があったと思うんですけど、それを数字でですね、設定できるっていうモードになってますね。色温度のモードでございますね。で、この後がですね、GM の設定となっておりまして、まずですね、この上げていきますと、緑。で、下げていくと、ちょっと赤っぽい光になりますね。マゼンダ。グリーンとマゼンダかな。というのを調整できるようになります。なっております。グリーンマゼンダの略かな。はい、その次がティントですね。ティントフューと書いてあります。これを、こう、何度。ぐるーっと360度の表記まであって、何度ですっていうのを調整できますね。というところでですね、これとってもこう細かく色がこう表示というか変更できるのがお分かりいただけると思うんですね。で、これがティントストレンジ、まあ強さでしょうね。ティントの強さっていうのをもうここで変えられます。あと DIM カーブとか、まあそれぞれのですね、こう細かいデータとかもですね、こういうふうに出てきます。で、そのですね、それぞれのこうメニューで変えていきますと、
まあ、RGB モードとか HSI モードとか GEL モードとかエフェクトモード、アニメーテッドモード、セッティング等々ですね、いろいろできるんですけど、これですね、今ですね、あんまりこう細かく説明しない理由っていうのがちょっと後でありまして、ここでですね、こうしっかりと説明をしなくてもなんですが、そのですね、理由はスマートフォンのアプリケーション、さっきから何度かこれがあるので平気だって言ってたのがそれになるんですけど、とてもそれが便利で直感的に利用できるので、そちらをですね、ちょっとお話ししていきたいんですね。はい、そしてそのスマートフォンのアプリケーションなんですけど、こちら iOS、Android それぞれにありまして、ディーザルライトプラスっていうのかな、ちょっと私ですね英語が苦手なので読み方微妙なんですけど、こちらのアプリケーションになっております。でこちらのですねアプリケーションを立ち上げますと、もうこれですね今接続してしまっているんですけど、その接続までもですねとってもスムーズ、こちらのですねライトにその無線のですね Bluetooth か何かかなが搭載されているようで、すぐに接続できましたね。でこの Pixel Stick F183 というですね、こちらがそのライトになっているんですけど、こちらのライトなんですけど、このアプリケーション上でもすぐにですねこうオンオフ、スイッチのオンオフがこうできるわけです。そして視覚的にですね簡単にこの画面だけです、まず最初ので、ここでこう明るさの強さっていうのも調整できます。弱くすることもできれば強くすることもできる。そしてオンオフもこのようにできます。そしてそのライトの画面をポチッと押すとですね、もう視覚的にですねどういう機能がありますというですね、もう羅列されてるんですよ。なのでこれですね、もうパッと見てこのパッと使いたいっていう場合なんですけど、こちらのですねアプリケーションダウンロードしてしまった方がいいなと感じました。で面白いのがですね、私こう感じて、いろんなですねこのライトとして基礎的なモードってあるんですね。まあ例えばこのエフェクトモードとかですね、このまあ面白いなと思ったのがこのレインボースライド、こういう風にですね色が上から下にこういろんな色になってこう流れていくようなモードとかっていうのもあって、そういうのをですねこう名前で見てですね設定することができるんですね。これ明るすぎてちょっと色飛んじゃってるかな。まあこういうふうに少し暗めにした方がどういう色なのかっていうのを見やすいかと思うんですが、まあこのようになっております。そして他に面白いなと思ったのが Take a picture to color、 こちらのですねモードになっておりまして、はい、こう押しますとこうカメラが立ち上がるんですね。カメラでこのスポイトのマークを押すことによって、この真ん中の色をですねこちらのライトがですね再現してくれるわけなんですね。で例えばこの私がよく使っておりますダンボールカッターのダンちゃんのこの上のオレンジ色を撮影してみましょう。でこれで抽出します。するとこの色情報がですねこのライトに飛ばされまして、この色でですね収録をすることができるわけなんですね。これ結構面白いと思いませんか？この色何色なんだろうって思った時にこういう風に収録することができるんですね。でそしてなんですけど、こちらのライト、私ですねこのさっき強い明かりが出ますっていう申し上げたと思うんですね。 10W というところでどういうところで使えるかなっていうのをですねこの後ちょっと簡単にご説明させていただきたいと思います。どうぞ。はい、というところでですね、この使い方の一つ、これがですね屋外でとても簡単な装備で収録するときにとても便利というところなんですね。まあ、こちらですねライト持ってきておりまして、パッとつけます。はい、そしてつきましたね。というのをこのカメラの横とかに置いておくとですね、まあこのようにですねもう十分な明るさ、これでも明るすぎますよね。なので、まあ、こういうところをですね調整して、まあ、このぐらいかな、はい、近ければですね 5% でこの明るさです。ということでですね、パーセンテージで言うと、まあ、5% なので 100% にすると、まあ、さらに明るくなるのは必然というかですね、そのような感じなので、距離がですねもっと離れていてもとても有効だっていうのが分かると思うんです。でこちらマグネットがついているので、この鉄のですね何か装備があったら、はい、パチンとそちらにですね、こう今固定してきたんですけど、このように使うこともできるんですね。で今ですね、こういうふうに使うと、まあ、ちょっとですね、明るさが足りないなって感じになると思うんですが、そうしたらなんですが、もうとても分かりやすいですよね。このアプリケーションで設定をしまして、はい、明るさもですね、こう上げていけば、はい、このように明るくなるわけなんです。というのをですね、こうとても視覚的に今明るくしたり暗くしたりしてちょっと遊んでますけど、操作ができるわけなんです。というのはですね、とても便利な使い方だと思いませんか？この簡単にですね、表で収録に使えるっていうのはとても私は面白いと思っております。まあ、今色もちょっと変えてみました。で、こう明かりを消してみると。はい、こんな感じですね。まあやっぱりこう、位相を上げて無理に明るくしてるっていうところから、今ちょっとですね、色合いがあれなんですが、これをですね、5600ケルビンぐらい。まあ、この
だいたい太陽光ぐらいの明るさ色温度にするとですね、とても自然なのかなと思いますし、斜め前から照らすことによってですね、こう立体感とかも出ますね。こういった表現にも便利に使うことができます。こういうライトですね、1個あるととても便利ですよ。小さいとですね、まあ、この顔だけを照らすってことはいいんですけど、このカメラのそばからこう照らす感じになるので、まあ、なかなかですね使いが難しかったりとかするんですね。このスマートフォンのライトとかそういうの分かりやすいと思うんですけど、焚いて当てたりしてもやっぱりこれぐらいの距離からこうバッと当てるとですね、こう立体感っていう感じで使うのは難しいわけなんですよ。こういうですね表現っていうところで、このライト、もう光の使い方とっても奥深いなと思うんですけど、便利な製品となっております。はい、まあこのようにですね、一つ持っておくととても便利なライトを本日ご紹介させていただきました。概要欄の方にですねリンク貼ってありますので、詳細はですねぜひそちらで見ていただければと思います。はい、ということでですね、本日はこちらのライトですね、メテオ30というですねモデルですねのお話をさせていただきました。まあとってもですね、こういうライトっていうのも便利なものとかですね、こうお手軽なものとかって出てるんですけど、まあじゃあそれがすごく使いやすいですかっていう風になってくると、使いやすいんだけど明るさが足りないなとか、あとはそのバッテリーのですね量が持たないなとか、どのモードがどういう風になるんだろうとかって、そういうこのメニューのですね分かりやすさとかっていうのがちょっと微妙だったりとかする製品が多い中で、こちらのライトはその 10W っていうところがですねまず一つ、そして 2000K から 2万 K まで、まあ22なんで、まあ、あの再現できるっていうのはですねとても機能的に優れていると思います。そしてライトの方もですね、ノーマルモードで、まあ、ノーマルモードがどれぐらいのものなのかっていうのちょっとあれなんですけど、120分ですね操作可能ということでですね、それに近い時間ですねつき続けてくれるのかなと思うんですが、そのようにですね長く使用ライトをですね焚くことができるというところも便利というような感じでですね、アイデア次第でですねいろいろできるライトだと思うわけなんですね。そしてまあこのライト、ウランジさんのライトがこう悪いわけではないんですけど、連動はしないんですよ。これ2本3本とこうつなげていくことができて、同じ色を焚き続けるんだったらすごく便利です。ただなんですけど、その RGB が変わっていくよみたいなモードで全て合わせたいなってなった時にはそういったことができないんですが、こちらのライトはですねスマートフォンに接続することによって同期できるようなので、そういったですね使い方っていうのもしていくと面白いんじゃないかなっていうふうに感じましたね。はい、ということでこのビデオライト、とてもですねしっかりとしたビデオライトのお話をさせていただきました。撮影に便利な機材っていうのもたまにですねご紹介していければいいなと思っております。ではですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバーイ。バット。